世界中の臣民は皆この方の臣民であるから、ことに可愛い子には旅させねばならぬから、どんなことあっても神の子座から神疑わぬようになされよ。神疑うと気の毒できるぞ。いよいよとなりたら、どこの国の臣民ということないぞ。大神様の掟通りにせねばならんから、かわいい子じゃとて容赦できんから、ひつけているのさぞ。大難を小難に祭り変えたいと思えど、今のやり方はまるで逆さまさからどうにもならんから、いつ気の毒できても知らんぞよ。外国から早く別れて、外国にこの方を祀ると申す臣民たくさんできるようになってくるぞ。それでは神の国の臣民申し訳ないであろうがな、山にも川にも海にも祭れと申してあるのは、神の国の山川ばかりでないぞ。この方世界の神ぞと申してあろうがな、裸になりた人から、その時から禅の方に回してやると申してあるが、裸にならねばなるようにしてみせるぞ。いよいよとなりたら苦しいから、今のうちと申してあるのぞ。すべてを天使様に捧げよと申すこと、日本の臣民ばかりでないぞ。世界中の臣民皆天使様に捧げなならんのさぞ。8月の30日、日月の神。